はい、こんにちは、リキです。リクエストありまして、プルバックの練習方法を何か教えてくださいということがありました。今日は体の使い方を教えていきます。では行きましょう。一つ目。息を吐いてお腹をへこませます。この状態で、ジャンプ。二つ目。ただ、後ろに飛びます。アウトだけでいいです。ただ、飛んでください、後ろに。三つ目。自分が上から下に向かって飛んでるのか、下から上に向かって飛んでるのか、どっちか試してみてください。こう飛んでるとか、こう飛んでるのか。4つ目、目から下に手が行く人は、せーの、膝を下げた時に手が上に上がるように連動させてあげましょう。逆、下から上に行く人は、せーの、手が後ろに行くようにしてあげましょう。5つ目、上から下の人は、せーの、ジャンプ、後ろに飛びましょう。下から上の人は、せーの、ジャンプ、飛びましょう。はい、プルバック、今日飛び方2つあるよという話をしました。コメントをくれた A さん、ありがとうございます。次回また、タップダンス初めてのプルバック編で、鳴らし方、飛び方、丁寧に説明していきますので、動画楽しみにしててください。また会いましょう。それでは。